はい、皆さんこんにちは、石野花穂です。今回は半節の書き方、姿勢というテーマでお話をしていきます。皆さん、半節っていう言葉聞いたことありますか？実はこれ紙の大きさの名前なんですよね。まずはこちらの図をご覧ください。書道には基本となる全紙って呼ばれる紙のサイズがあるんですね。これが基本です。半紙のサイズと比べてみるとものすごく大きいのがわかると思います。全紙を縦半分に切った大きさだから、私たちはこの紙のサイズのことを半節っていう風に呼んでいます。別の言い方で上幅っていう言い方もあるんですけど、この半節と上幅全く同じ意味合いになりますので、皆さんもぜひこれを機に覚えてみてください。この半節を書くにあたって書く時の姿勢ですよね。まずここが半紙と全然違うってくる。なので初めて半節に書かれる方とかは最初に悩むのがこの姿勢ですよね。持ち方とかこれでいいかな、構え方これで合ってんのかなとか、姿勢に迷いながら書かれてる方が本当に多いんです。なので今回私がこの半節に書く時の正しい姿勢っていうのを一から解説させていただきますので、皆さんも今回の動画を見ることによってこれからは半節を書く時の姿勢に迷わずに思い切って上幅作品に取り組めるんじゃないかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。半節を書く時の姿勢なんですが、汚れてもいい服、当たり前なんですけど、汚れてもいい服で皆さん書くようにしてください。特にズボンの裾ですね、ここがワイドに広がってるものは墨でこう汚れやすかったりとか、裾が擦れて墨がビヨーンって伸びちゃったりとかして作品を汚してしまいますから、必ずこうシュッてなってるもの、すぼまってるものを選ぶようにしましょう。肝心の姿勢なんですが、これ人それぞれなんですよね。膝痛い方もいると思うので、必ずこう膝をついて書かなくてはいけないわけではありません。私は膝が痛い時たまにあるので、そういった時は片方の膝をこのようにして立てて、そこにこうもたれかかるような、自分の体重をかってかけちゃうようなつもりで書いてます。そうするとこの膝のおかげで紙面と目線に距離ができるので、作品をこう俯瞰して見ることができる、全体像がわかります。膝を立てるっていう風にすると直接的に膝が床につかないのでとっても楽です。膝痛い方におすすめですね。で、膝特に痛くないよっていう人は推奨する書き方が一応あります。膝立ててもらって、この時に膝紙に乗っちゃっていいですから。絨毯の上とかで書いちゃうと膝乗せた時に紙破れちゃうんですけれども、普通の床に下敷き敷いてるぐらいであれば、こう体重の重みで紙破れるってこともありませんので、普通に乗っちゃって大丈夫です。で、片方の手を置きます。これで体を支えるイメージですね。こうやって置く方もいるし、こうやって置いてもいいし、どっちでもいいですよ。体がしっかり支えられるようにします。で、ちょっと実際に書いてみますね。で、こう今見てわかると思うんですけど、こう肘まっすぐ伸ばしてますから、やっぱり紙面と目線にある程度の距離がしっかり取れる状態ですよね。これが肘曲げちゃってこうやって描くと本当に全体見えなくて全体バランス悪くなっちゃうんです、作品の。なので体重支えるにしても肘は伸ばしておくっていうことを徹底しておいてください。あと墨ですね。これ今墨汁に墨たくさん入ってます。こういうのに墨たっぷり含ませて描いていくじゃないですか。なので墨汁はなるべく自分のそばにあった方がいいです。描いていく時っておすすめにつけて下がっていきますけど、その時に墨汁も一緒にこう移動させてあげてほしいんですよね。慣れてくるとこう片手で持ってこうやって描ける人も出てくるんですけれども、最初のうちはそれ難しいかなと思うので、自分の体と一緒に墨汁移動させながら描いていくようにしましょう。あと今日なぜかちょっと準備不足で裸足ですね。これ足の爪がたまに髪に刺さって破れます。なるべく靴下は履きましょう。あとは墨たっぷり含ませて描くっていうのは半紙の時とちょっと条件が変わってくるかなと思いますので、お口にたっぷり墨を含ませて、墨がこう滴り落ちるぐらいの墨量ですよね。穂先だけちょんちょんって山のところで切ってあげて、たっぷりの墨で描きます。で、たくさん墨含んでるときは今ぐらいのスピードで描く。そうしないとどん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 滲んできちゃうので、今ぐらいのスピードで描いていきます。墨継ぎ行わなくてもこの精神っていう筆で描いてれば、大体こういう20文字の単体作品だったら3文字分ぐらいは全然余裕で描けると思います。筆
手持つ高さとかも結構大事ですよね。半紙の時下の方持ってる方でも半節になるとちょっとだけ上持つようにしてください。近いとどうしても手で字が見えなくなっちゃうんです。わかります？言ってる意味。四角になっちゃって全然見えないんです。だからこう右に筆倒しちゃったりとかするんだけど、高さこうやって持ってれば字が見えるんですね、自分の目線から。だから全体のバランスが把握しやすくなりますよという。ちょっといつもより高めの位置持つぐらいのつもりでいてもいいと思いますね。はい、ということで今床で書くときの半節の正しい姿勢見ていただきましたが、今度は床で書くのめっちゃきついんですよねみたいな、膝とかほんと痛くて腰もちょっと痛くてとか、左手のこの手首が痛くて体支えられないんですよみたいな、そういった方はがぜんテーブルで書いた方が楽ちんです。テーブルで書くときには一体どういった姿勢で書くのかっていうのを次に見ていただきたいなと思います。やっぱりこのテーブルで書くののメリットって膝つかなくていいので、足腰痛い人とかはこのテーブルで書いた方が楽だと思います。こう椅子に座ってこうやって半紙練習してる時と結構感覚が似てるんですよね。姿勢があまり違わないので、普段から書き慣れてる姿勢で書けるっていうメリットは大きいと思います。デメリットがあるとすると、ただ今回の場合もこう紙を送りながら書く、こうやってちょっとやっぱ上一部分見えなくなっていったりとかするんですよ。全体のバランスが把握できないっていうのが唯一デメリットかなと思います。あとは小さいテーブルとかでちょっと対応できないので、ある程度広いダイニングテーブルぐらいのものが必要になってきたりとかですよね。筆圧は普段通り書きやすい半紙と似たような感じなんで、半節に書くそのいつもと違う感覚で慣れるまで時間がかかるっていうところは省略できていいかなと思います。どん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 紙送っていって書くんですよね。だからこの紙が床についちゃわないように配慮する必要は出てきます。今ダイニングテーブルを横に使ってるんですよ。だからこう紙送ってた時にどう今床につく感じ、危ないじゃないですか。なんとかこのテーブルだったら書けるんですけれども、ちょっと不安だなっていう方はこの向きで制作するんじゃなくって、自分はこっち側に回ってこうやったらどうでしょうか。そうすると全体が見渡せるんですよね。このテーブルだとちょうどぴったり半節見渡せるぐらいになるので、これができる方はこっちの方法を取っていただいた方がいいかなと思います。床で書くときと同じで、腕が大きく動かせる体勢をとっておくっていうのがすごく大事になってくるので、こうね体ちっちゃくならないように、半節に書くときと同じく肘を伸ばすぐらいがちょうど良さそうですよね。ちゃんと目線と紙面の距離をとってあげる。1行目の終わりまで書いたら、今度また自分の方に引き寄せていただいて書きます。で、漢字の書の場合はやっぱ自分が正面に立った方がちゃんとバランス取れるかなとは思うんですよね。かなの場合とかだったらこうやって脇に立ってこうやって書いたりとかしても、なんかかなってやっぱ流れ重視なので全然いけるんですけど、これはでも好みに任せます。左に立った方がやりやすいよっていう人は下敷きこっちに引き寄せてもらってこうやって書くのも全然ありです。ちょっと斜めから見る感じにはなるけど全然平気ですっていう人は2行目書くときこんな感じでやってあげてもいいですよね。ちょっと覗き込む感じにはなるけど、慣れれば普通だと思いますし、デメリットの部分一応お伝えしとくと、迫力ある字は書きづらいかも。やっぱり床で書く方が体重がちゃんといくからか、力のかかり方やっぱ相当違いますね。テーブルの手前に立つじゃないですか。だから目線がこうなるから若干こう手前に腕倒れるから、関節書いてる時って床で書く時真上から見るのに近くなるんですよね。そうすると筆管も奥に倒れやすくなって、それで筆力が充実するみたいな、そこの違いだと思うんで、テーブルで書く方若干筆管奥に倒すようにすると、関節床で書く時と同じくらいの力強さっていうのを補ってあげられると思いますね。
はい、ということで半節を書くときの正しい姿勢、書き方見ていただきました。テーブルで書くパターンと床で書くパターンとどっちでもいいと思うんですよね。自分に合ったやり方っていうのが必ずあると思いますので、まあ、今回紹介させていただいたやり方にとらわれずに自分のオリジナルの書きやすい姿勢を見つけるのも本当に大切なことなんですね。これを基本としながら自分に合った体勢っていうのを自分なりに見つけてみてください。書きやすい体勢、それから集中しやすい体勢で書くっていうのがやっぱ一番作品の完成度も上がると思いますので、時間をかけて焦らずに研究していくっていうのがいいかなというふうに思っています。今回の動画役に立ったなと思っていただけましたら、ぜひいいねボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。動画の感想もコメント欄の方にお待ちしております。今日も最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。私の書道学校。書道で人生を豊かに。